冬バレンタイン、やば。今日バレンタインやばいね、それ。みんなありがとう、たくさんギフト。バレンタインやばいわ。普通に。バレンタインなんか作る。何も作る予定ありません。何も予定ありません。また持って。なんか、鼻風邪ひいてんのか、ずっと鼻水出るんだよね。そう、ちょっと今日私ね、体調がよろしくなくてね、結局病院に行かなかったんですよ。絶対に明日行きます、確実に。そう、今日ちょっと、昨日もなんだけど、昨日もあんまり体調よろしくなくて、今日もちょっとよろしくなくて。まだ痛いの、痛い。普通に痛いです。なんか、いや、でも、骨折までは行ってないかな。さすがに。骨折じゃないであってほしい。まあ、なんかでも、暑い、ずっと熱持ってる感じ。ずっと熱持ってる、指が。まあでも、動かせるからな。骨折ではないかもね。でも、普通に何かに触れたりするとめっちゃ痛い。見たい。東京来て体調崩さくなくなったって言った途端に体調崩れること増えちゃった。え、マジでそう。今、東京来てめっちゃ体調崩すこと少なくなったのに、最近めっちゃ体調崩す。何事？ね、んばんは。爆睡したい。大爆睡したい。本当に。このまま寝そう、今。すごい。今、本当にさ、一生寝れるんだよね。マジで。一生寝れる。本当に、一生寝れる。寝ようって節約しすぎて栄養不足とか なくはない。まあでも、いや、ちゃんと食べてるけどね。鼻水がひどい。本当に鼻水止まんない。
がたまらなすぎる。最近ハマってることは何ですか？最近ハマってること、アニメを見ることです。東京来てからマジさ、アニメ見る頻度がめっちゃ減ってたんだけど、最近はちょっとだけ再開しました。いやマジ新潟にいた時一生アニメ見てたのにさ、本当に上京してからアニメ見なくなったのに。なんだっけ、なんか自分だけレベルアップする系みたいなアニメめっちゃ好き、めっちゃ好き。もうああいうなんかちゃんとグロい要素もありながらのアニメ大好き。今日幸せ運び先カラオケで歌ってきた。やばっ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。もっとグロいアニメやらんかな。本当に最近少ない。ああいうなんかちょっとこう鳥肌立つ系のアニメ好き。グロいの好きだもん。そう、グロいの大好き。なんか他にいいアニメないかな。いや、マッシュルってマジおもろい。マッシュルおもろい。ドラマは韓国ドラマ以外、韓国ドラマも見てない。韓国ドラマも見てないですね。最近、見るところ、とアニメ見始めたって感じ。配信つけて寝てた。お、お疲れ様です。お疲れ。お疲れですか。マッシュル、マッシュ、いっちゃんかわいい。そう、めっちゃかわいいよ、マッシュ。韓国の方が出てるやつ、そう、それ見てる。けど、もう見てない。多分、追いつけてない。TVer 一週間しか配信しないから、多分、ひなも飛ばした気がする。から、もう、追いつけてないです。もっと前アニメないかな。平和系とか別に好きじゃないんだよな。平和系って言ったら嫌だけど、普通になんかスリルのあるのがいい。板橋みたい。あ、みんなありがとうございます。板橋ハウスさんの見てくれました。板橋ハウスさん、進撃の巨人もちろん見てますよ。
録画してみました。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ緊張して顔こわばってておもろかった。 めっちゃ緊張 めっちゃ緊張した。だって千人キャパでさ、だってさ、自分のファンの方々じゃない方の前で、急に、だってさ、予告もなくだよ。そんな急にアイドルが出てくるとも思わず、ステージに出てったわけじゃん。だからもう本当にどうなるかって思ったけど、めっちゃ板橋ハウスさんのファンの方が優しかった。板橋ハウスさんも優しくて。そう。普通にアウェイじゃん。なんかもう、あれ、一人でさ、誰お前みたいな。誰お前みたいな雰囲気になると思ったんだけど、みんな優しかった。そう、本当にだって、もう普通にね、もう、自分のファンの人は一人もいないわけ。もう、普通に、もう、ね、普通にさ、どう考えても、そうじゃん。だから本当に緊張したマジで。優しかったですね。だから応援してくれて、応援というか盛り上げてくれて。もうファンの人からしても、板橋ハウスさん見に来て、急に何みたいな。絶対そうなると思ったけど、すごい盛り上がってくださって嬉しかったです。病み上がりだって、ヤシのお誕生日に。そう、めっちゃ病み上がりで、誕生日当日だったんですよね。もうめっちゃ まだ病み中にフリーレしてさ、全然練習する時間もなくなったから、超緊張した。お腹すいた。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。みんなさ、お米か麺かっていう質問めっちゃ嫌い。みんな答えられる？お米か麺どっちか選んでって言われたら。みんな本当にどっちも好きなの。みんな本当にどっちも好きなのね。だからマジで選べない。麺って答えるのも、新潟出身としてもお米大好きな人としても許せないし、でもだからといってお米って答えるのも、めっちゃ変な麺好きだから、もう麺全般好きだし、もう毎日主食麺にしてもいいぐらい好きだから、それも許せない。そう。本当に許せない。どっちも許せない。はい。選べません。テロップデータ、あ、テロップデータ喋れそう。はい、ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ごめんね、みんな遅くにちょっとだけ。お大事にありがとう。最近読みたいと思います。13位、カメラレーサー。やばい、話しすぎてめっちゃ腹声になってきた。13位、カメラレーサー。12位、マコチョさん。11位、ラッキョドさん。
待って、めっちゃ話そうなった、急に。10位、ティンバレラさん。9位、埼玉のおじいちゃんさん。8位、あーちゃんさん。7位、マシオさん。6位、ケイワンさん。5位、ユータさん。4位、ABS さん。3位、アランさん。2位、ジーさん。第1位、アンドゥーさん。ありがとうございます。ということで、今日もありがとうございました。また明日。おやすみなさーい。バイバーイ。またねー。ありがとうございました。